2012年もあとわずかになりました。去年もねこちらのステージ、パフォーマンスしていただきまして、ちょうど1年ということで、この1年どんな年でしたか？はい、この1年は初めて私たちレギュラー番組を持たせていただいたり、イベントもこうしてたくさんできたので、とても成長した1年だと思っています。はい、そして来年は2013年ですけれども、あ、ぜひね、寒いのでね、ちょっといいですよ、じゃあ来ていただいて、もちろんね、皆さんも寒いですもんね、今日なかなか気温が上がりません、ここもね、日がなかなか当たらないので、皆さんの風邪がないので気をつけてくださいね。罰ゲーム、罰ゲーム、下村さんだけありません、罰ゲームです。来ていただいて、じゃあ続いて来年2013年の目標を教えてください。そうですね、実は今年のバレンタインデーの時にイベントをやっていて、その時に大きなハート型のチョコに今年はツアーって大きく目標を掲げたんですよ。はい、見事に達成できずに私今に至るんですけれども、今年来年はアルバムを出したいなと思っていて、そのね、アルバムを引っ提げてのツアーなんかをやってみたいなと思ってるんですけど、まだ全然行ったことないところがたくさんあるので、そこに行ってまだ待ってくださってるファンの方もいるし、ツアーしたいです皆さんもちろん応援しますよね。楽しみにね、したいと思います。それでは、お時間もなくなってきてしまいましたので、お知らせなどありましたらぜひ教えてください。はい、私たちは毎週金曜日12時20分から放送のフェアリーズのフライトゥーザワールドという番組、ラジオ番組のパーソナリティをやらせていただいているんですが、英語や海外の音楽を一から勉強しているので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。はい、深夜12時そうです、はい、深夜12時、はい、ということになります。それでは最後に今日お越しいただいた皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、本当に今日は寒くて、でもクリスマスイブということで、皆さんにとってはいい記念になれたら、いい思い出になれたらなと 思うんですけども、まあそう思ってもらえる、もらえてると嬉しいなって思っています。今からも募金活動を行うので、こちらの方もぜひぜひてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでフェアリーズの皆さんでした。拍手をお送りください。なってるんじゃないでしょうか。